お疲れ様。この木ちょっと邪魔なんで、木取って墓標だけ残しておこうか。墓標残しておこうか。何があったんやっていうのを番外編でどうぞってやつ。サバ主を沈めるマルチメンバー。めっさ綺麗にね、いろいろ植えられてるやん。いや本当は古墳の話もしてたんですけど、うん、そうそう、前方後円墳にして、前方後円墳で、それもええなと思って、歴史的な人みたいになってるやん。先生、赤い木が、木生えた、ほんで始まらへんし、木が生えた。あ、これ自然に生えた。自然に生えた。今その瞬間を捉えたで俺。おー、花を植えられた花を。リーフクラッシャー、リーフクラッシャー、早いね、さすがやね。ウリ、ま、花に植え、あ、やばいやばい、わしゃ死ぬ、わしゃ死ぬんじゃ、わしゃ死ぬ。あー、先生大丈夫？だ、木植えたらダメだって。自ら埋まろうとしてるやつじゃないですか。木植えたらあかんって、でまた枯らなあかんじゃん。始められないから。枯らなあかんから。まあいいか。はい、行きましょう。じゃあ、はい。墓標バック、こう、こういうこと。うん。はい。こういうこと。うん。そういうこと。これは番外編で。オッケー。ちょっと待って、3番の、うんうんうん、エディトラハズさんとあかんね、うんうん、エディトラハズ。これ喋ってる間に後ろの木入るんちゃうか、これ。よろしい？はい、はい、はい、いきますよ。マグニーさん、うん、ベッド持ってます？ベッド持ってないです。お部屋の中にあります。持っていかないと、下降りた時にもう電灯、うん、あれ来た。ゲート閉め、誰も閉めない。もう開けっぱなし。来てほしいね、匠でもシュッと来てほしいね。突撃だ。いや、皆の衆頑張って。みんなで頑張りましょう。してくれたまえ。みんな収録してるんですかね。ホイールさんしてるんかな。オッケー。あ、してるんだ。よかった、後頭部やっといて。JP さんたちは、ホンズさんは。あ、ブログか、ホンズさんは。とりあえず、今います。あ、わかりました。はい。じゃあ、この編集の能力ない。好きに使ってください。この前初めて俺編集したけど。あ、編集したの？初めての編集。動画見てません？見てない。なんか、あれか、シュワキングのやつか。ちゃうか。あ、ガチクリーパーがおんの？あ、ほんまや。これはいい。散歩してるから。どうしたらいいの？ 3 人で。難しい。難しいね。じっとしてくれへんもんね。難しい。誰を狙ってんの、このクリーパー。マサオトさん。ちょっと待って。クリーパーブラザーズや。三兄弟。私取れへんから。ちょっと。三人称のやつで取れるんじゃない？取れないか。難しいかな。止まるな。いや、車の食料が。絵の結構取れてると思うよ、俺。うん。いや、ほらこれ。めっちゃグイグイ押してる。ホイールさんのクリーパー絡みがすごい。どれ。こんな近くでクリーパー見れることないもんな、逆に言うと。マルチならでは。あ、もうええのもらいましたよ、ありがとうございます。天然の。じゃあ誰か倒しちゃってください。うりちょっと横からと、ちょっとそのままね、動かないで、動けへんちゅうねえで。見とる、笑っとる、一人で笑っとる。自分で言って自分で笑っとる。一石二鳥やろ。典型的大阪人。ごはん。おやすみ。ゆり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 。ああ。もう
っさんまた起きよったで、ね、おっさんゆりかけるしも起きた。ああ、全然ねえ。修学旅行か。中学旅行か。ちょっと男子案件やね。ちょっと男子案件。さあ、何かいるかな。ちょっと男子。あ、燃えてる燃えてる。あ、クリーパーおる。うわ、容器来てる。じゃあ、取りますか。墓標。墓標。墓標をオープニングを使ったでしょ。あ、じゃあどこする。なんかすんげえ掘ったなっていうとこあったら。あっちでしょ。クモさん、ああ。あそこにスケさんいるよ。日陰で休んでるけど。どこ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 。こっち。うまいうまい。外す。ここ下なんかある？ゾンビの声が聞こえる。多分洞窟があると思います。てか洞窟見えてるんだけどねここ、うん。ちょうどこの真下におるな。うるさいやろ。あ、これ行き止まりだ。違った。じゃあここでいいですね。ビーコンバックにしようか。じゃあこっちこうしようか。こうしようか。こう行って、ちょっと待ってね。視点切り替えるんで。このぐらい掘りました。あ、エリドラ外さん高に。よっしゃ、外そうか。よいしょ。ご飯も外して。何も持たずに。で、こっち向いて叩く。叩く。叩く。あれ？なんで？叩く。あれ？なんで叩けへんの？今ゴーストマグニー。あ、ゴーストマグニーか。いたほら、叩けへんの。ちゃ。なんでわし叩かれんの？マグニー叩けへんの？どうして？あ、叩けた。よかったよ。いけた。それがあってなかっただけ。いいですか。お疲れ様でした。肩痛いな肩。OK。お疲れ様でした。JP さんに俺の JP さん持ってんのかな。俺のツール。はい、ありがとうございました。あ、はい。あ、チャスチャスチャス。荷物整理するか。消す消す。お疲れ様お疲れ様。もう広なったね。うん、なんかスッキリしたね。うん。富山を崩さんとまだあかんやけど。崩して あっちは埋めないとね。うん、ちょっと埋め始めてる私は。あとはこれどう立てるかないね。まあそれは来週しようか話すのは。ゴーレムトラップ？うん、で違う、あの家建てる範囲を。あ、家。うん、64より外にするんか、扉なしで家にするんかという。まあ鉄はいっぱいあるから鉄のドアでも。うん、じゃあれやってる。無駄遣い。ホイールの前、新ホイールの前、新ホイールの前。フルスロットル。でもここで死なへんのがすごいよね。でここで死ぬがのが先生、ね。先生なん、そうそうそう。絶対死ぬからね。これどこに水源あんの？俺も持ってた。ただ乾けへんだけかな。植えてるから。いや、ちゃんと土に戻るはずなんだ。なんでやろうね。水なかったら。一旦預けとくか。下か。そういうわけでもない。だしね。あ、でも植わってるからじゃん。植わってるから。植わってるからってことですよね。植わってるから戻る。水は練習しとかんとかもあります。トンズさんも JP さんもあの、いつでも入れるので、サーバーは24時間オープンしてるんで。了解しました。はい。はい。やっぱし、絶対夜はね、人、他の人がいたら寝ることという。まあまあそうですね、その辺だけは。たまに先生寝へんからな。先生一番破天荒やねんな、この中で。うん、一番破天荒やな、ね、でしょ。